の新社会人の皆さん、こんにちは。マイナビ所属のビーチバレーボールプレーヤー坂口佳穂です。今日は私が影響を受けた本を一冊紹介したいと思います。こちら、工藤公康さんの10年先の自分を作るという本です。皆さんご存知だと思うんですが、工藤さんといえば福岡ソフトバンクホークスの監督であり、選手としても監督としても大戦でご活躍され続けている方です。そんな工藤さんの大切にしてきていることがこの本には書かれています。私自身とても勉強になった一冊です。特にですね、自ら考えてそれを続けるっていうことの大切さをこの本で学びました。その疑問を持って、で疑問を持つこと、そして先を考えて今やるべきことを考えるということ、あと自分自身と向き合うということで、そんな簡単なことではないんですが、その向き合い方というか、やっぱり自分自身の考え方っていうのがすごくこの本で変わりました。あと周りがの方が私に伝えようとしてくれてることの本質を理解しようとするようになりました。やっぱりその本質がわからないとなかなか前に進めないというか、クリアになっていかないので、今私自身も当時分かっていなかったことが最近になってその本質を理解できるようになったっていうこともすごく多いんです。でもその本質を理解しようとする過程っていうのは絶対無駄な時間ではないと思います。でそういう無駄な時間ではないっていうこともこの本を通して学びました。で毎日不安な日々が続きますが、本を読んだり有意義に時間を使って過ごしましょう。いろいろなことが起きるのが当たり前だと私は思っているので、皆さん一緒に学び続ける姿勢を大切にして社会人生活頑張りましょう。